パリ工芸博物館の建物パリ工芸博物館とはフランス国立工芸員付属の博物館。アンリ・グレゴワールの発案で1794年に国民公開によって創設。国立工芸員の科学の遺産、発明の保管場所としてサンマルタンイコールデイコールシャン協会の招集動員の建物を使い博物館としたもの。ムーゼ。 ナショナルデテクニクスという名称で運営されていたが、1990年から2000年にかけて大改装され、2000年からはムーゼデ・デアーツイメトイエとして再公開されている。博物館前に降りられる地下鉄駅がある。器具、物質、建築、通信、エネルギー、機械、輸送の7つの分野にスペースを分けて展示している。 常設展示は6000平方メートルのスペースが割かれ、展示点数は8万以上、設計図が1万5000。毎年20万人が訪れ、うち児童生徒が4万人。風光の振り子が保管されていたが、現在はパンテオンに移っている。日本語表記としては、パリ工芸博物館以外に、技術博物館、工芸技術史博物館、工芸技術博物館、 工芸院博物館などの表記がある。ありがとうございます。